いどうも、夏です。今日もお願いします。はい、本日はですね、こちらのただいま橋の上にいるんですけど、こちらはですね、新しく建設されました草戸大橋ですね。昔の草戸大橋がですね、あちらのちょっと見えづらいんですけど下の方にありまして、こちらの橋がですね、新草戸大橋となっております。はい、でですね、私も初めて今回この橋通らせてもらうので、ちょっとね、まだ通ってないとかどんなものか気になってたっていう方いらっしゃいましたらですね、この動画でですね、全貌の方ちょっとお見せできたらなと思いますので、よろしければね、また交通の際にご活用していただければと思います。それではね、歩いていこうと思います。まずスタートは南側からですね、歩かせていただきます。それでは、はい、草戸大橋西詰めですね。こちらが南側になります。あちらがですね、ちょっと見えづらいんですけど、ちょっと下の方にですね、旧草戸大橋の方が見えております。はい、それではですね、こちら向かっていきます。はい、いや今日天気で良かった。なんかね、1週間ぐらい前にね、この日雨ってなってたんでちょっと不安だったんですけど、はい、ご覧ください、芦田川です。はい、このね、草戸大橋はですね、あちらに見えます明王院ともね、通行のアクセスがとてもしやすい場所なのでご活用ください。いや今日はね、ここ最近の中ではね一番暑い日なんですけど、まあ、それでも風がね涼しいんで、橋の上今とても気持ちいいです。はい、芦田川です。こんな感じですね。でですね、今歩行者が利用できるのが、南側から見た時に右手ですね。なのであちらの歩行歩行者道路の方はちょっと今まだ通れないみたいです。はい、なのでこちら側をね進みます。はい、歩行者とね、自転車の乗ってる人がねこちらを通るので、結構ね幅は広く取られてますね。はい、でですね、こちら車の方なんですけど、一車線ずつですね。はい、まもなくあちらの方ですね、信号があります。見ますかね、こちら光小学校なんですけど、今日ね運動会なんですよ。はい、なのでね、マイクの声がね結構今響いてます。橋の上聞こえるかな。私ね今いつも歩く速度よりもちょっとゆっくりめに歩いているんですけど、動画を撮り始めて今まだ3分ぐらいです。はい、なのでね、まあ、長いように見えて案外早く渡れそう。はい、ちょっと一回ここで芦田川からの景色です。はい、あそこにね、なんか
本柱みたいなのあるんですけど、それがね何本か連なってて、もう一段高い場所にね橋ができそうです。やっぱりね昔の草戸大橋に比べてちょっとね高くなったので見晴らしがね良くなった気がします。はい、さあ間もなくね橋が終わりますね。はい、じゃあここで橋終わりですね。この先もね、工事の方が続いてますので、はい、終了。チャナツ TV。 はい、いかがでしたでしょうか。新草戸大橋の方ですね、そちらの景色をお届けさせていただきました。まだね工事中のところがあるので、そこがね綺麗になったらねまた違った景色の方をねお見せできると思いますので、完全に綺麗になったらねもう一度動画撮ろうかなと思います。はい、というわけで新草戸大橋渡ってみました。ご利用の際はですね、もしよければこの動画の方を参考にしていただいてですね、でも今から涼しくなるので全然普通に散歩コースとして利用するのもありだと思います。ではそんなわけでですね、新草戸大橋からお送りしました。はい、それではこの動画面白いと思っていただけましたら評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらにツイッター、インスタグラムもやっています。フォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、新草戸大橋の方からお送りしました。皆さんもぜひご利用ください。またねー。